皆さんこんにちは、ピティです。ピンク、ラテ、ティー、ピー始まるよ、イエーイ。はい、お家で過ごす日々が続いているかと思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ピンクラテ TV もね、なかなか全員集まっての撮影ができていないんですけど、今日の動画はピンクラテ TV メンバーが手を洗いながら近況をゆるく語るという内容の動画となっております。アリアがね、今回ちょっと事情があって動画を撮影することができなかったみたいなのですが、メンバーの最近の元気な様子をね、ちょっとお伝えすることができる動画になっているかと思います。とってもね、ゆるい動画になってるんですけど、最後まで見てくれると嬉しいです。それではどうぞ。こんにちは、エコです。はい、今回はちょっとお話ししながら手洗いを一緒にしていこうかなと思います。じゃあスタート。最近は家でスイッチを買ってもらって、マリオカートってあるじゃないですか。そのマリオカートを兄弟とか家族のみんなでやっています。めっちゃ楽しくて、マリオカートは前から好きだったので、ゲットできてすごい嬉しかったです。あとはですね、家でクッキーとかもたまにするんですけど、最近流行りのダルゴナコーヒーだっけを作ったんですけど、全然泡立たなくて、インスタントコーヒーを使ってなかったからかわかんないんですけど、失敗しちゃったんですよ。それが悔しくて、また今度作ってみようかなって、インスタントコーヒーでちゃんと作ってみようかなと思います。で、前作ったのは、スコーンで、三角のチョコが入ってるやつなんですけど、めっちゃ美味しくて、ホットケーキミックスで作ったんですけどね、しっかり焼いたし、朝ごはんにも食べれたから、よかったです。あれ、流してきます。中学2年生の時点で、英語の予習とかをマークとか使ってやってます。どうですか。で、皆さんはお家にいる時間をどのようにお過ごしですか。こういう時期だからこそ、お家でいろいろ今までできなかったことをやってみてはいいんじゃないでしょうか。エコはクッキングやったり、スイッチで遊んだり、あと家で運動とかしたりとか、たくさんやってます。ぜひ皆さんもお家にいる期間を無駄にしないように、入れる時だからこそお家に留まって有効活用してみてください。バイバーイ。ひめかです。今日はですね、手洗いの動画を撮っていきたいと思います。コロナウイルスが流行ってるので、この泡々で撮っていきます。これは綺麗綺麗ですね。みんな学校なくて暇ですか。学校でも本当に楽しいんですよね。でもこんなに学校って楽しかったんだって、もう学校がなくなってから知った感じです。もともと楽しいとは思ってたんですけど、寂しいです。学校が恋しい。やっぱね、友達はみんな好きだと思うんですよ。友達が嫌いな人ってやっぱいないと思うのでね、学校が早く復帰するためにも、みんなで手洗いうがいを頑張っていくのが大事だと思います。みんな一人一人が手洗いうがいをすることで学校復帰につながると私は思っていますので、みんな手洗いうがいを頑張ってくださいね。結構多分姫が外出自粛楽しんでる方だと思うんですよね。流していきます。ピッ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 、タオルで拭きます。レイクレイク。こうやってね、家の中だけどピスタチオグリーンの服を着てね、気分は春ということで、みんなも手洗いうがいしてください。バイバーイ。あ、手洗いもしよう。まずは袖をまくろうかな。ね。よし、洗いましょう。水で泡を。うん、間もゴシゴシ、あ、ギュッギュッてゴシギュッギュッ。でもね、綺麗になってる気がするな。よし、手首もだぞ。よし、綺麗だ。ゴシゴシ、
始めた。あ、うがいもしよう。よし、ぐるぐるだぜ。うんうんうん、次はこれこれだ。よし、うがいも完了だぞ。最後はハンドジェルだ。手洗い具が一番大事だぞ。綺麗になったね。うん、完璧。レイラです。手を洗います。レイラは私で中学生になったんですけど、入学式はできたんだけど、学校は2日ぐらいしか行けてなかったので、すごく残念で悲しいです。今学校に行けてない子とかもたくさんいると思うし、これからね、頑張っていけばきっと楽しいことが待っているんじゃないかなって思います。そのために手洗いがいとかしっかりやっていったらいいと思います。バイバイ。はい、みんなの手洗い動画いかがだったでしょうか。ピンクラテ TV メンバーの元気な様子が少しでも伝わっていたら嬉しいです。視聴者の皆さんも手洗いはしっかりとして、ピンクラテ TV と一緒におうち時間を過ごしましょう。はい、ここでお知らせがあります。今日5月1日から5月9日までの9日間、ゴールデンウィークの毎日配信をします。ピンクラテ TV メンバーがお家から企画をお届けします。毎日配信頑張るので皆さんも楽しみにしていてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。